ップを図るためのもので、同じ選手にイエローカード3枚が出されるとその場で即退場になると決まりました。また予告先発についてはパリーグではすでに全試合実施することになっていますが、セリーグでも各球団の考えに任せて実施することを確認しています。